どうも、グリズンです。それでは続きをやっていきたいと思います。前回のね、もうなんかワンちゃんが怒ってるよ。ドイツ兵がいるって、お父さんがいるかもしれないわって。あ、これ隠れながら行かなきゃいけないんだね。ワンちゃんは見つかっても大丈夫。ああ、 OK。 あれ、なんか誰かいる。この人助けなきゃいけないの。え、どうしたらいいの。ちょっと待って、あ、またあれか、三角ある。いや、早くなってるよ。前と比べて早くなってる。これから、あー、間違えた、ごめんなさい。これからどうなっちゃうの、これ、このスピード。2つ、あ、間違えた今。あ、まだ生きてる。オッケーオッケー。あ、やばい、うわ、叫んでる。あ、でも助かった、よかったよかった、ごめんね。お父さんはどこ。あっちだよって、やばい、あー、助かったけど捕まっちゃったな。まあしょうがないよね、場所が場所だし。あっと、待って、なんかここにあるけど、これはどうにも拾えないのか。もうめっちゃ燃えてるよ、この近くに。 SOS だって。おっ、あの人だ。どうやってあの人のとこ行くんだ。え、何、なんかワンちゃんか。あれ、でもなん特に何も表示されないけど、違うのか。あ、なんで、あっちに吠えてるな。あ、レバーが必要みたいですね。どこかに、あ、あったあった。あ、こういうやつか。あ、そういうことね。ってことはワンちゃんだ。ワンちゃんの方が軽いから、この女の人が、ここにいて、でワンちゃんに取らせる。かわいい。歩き方がかわいい。よしよし、いい子だ。よし、なんで、なんで、ちょっと待って、なんでそっち行くの。こっち見て、早く、こっちこっち。 Thank you。で、あ、これが開くのか。で、向こうに行けると。こっちは何もないかな。あ、なんかあるよ、ピストル。あ、いた。え、これどうやってあげればいいんだ。このチェーンをどうにか、あ、あれを引っ張ればいいのか。ちょっと待っててね。あれ、塞がってる。もうなんかやばいぞ、崩れそうだよ。で、ここからどうすんだ。あ、なんかあそこにあるな、あれをどうにかするのか。ここは、何か投げるものが必要っぽいですね。ちょっと一回降りて、これ時間制限とかないから、あ、違う、間違えた、こっちか。おお、あ、なんかあるよ。よし、フランス語ですね。フランス語で彼女は喋ってます。
多分。でちょっと違う、もうちょっとね久々なんですよねこのゲーム。ちょっと操作を忘れてるんですよね。行くよ。よし、これで先に進めると。よし、待ってろ。でワンちゃん、やばいやばい、あぶねえ。え、もう大丈夫だよねこれ。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー。で今度この人を助けなきゃいけないのか。あれ、なんでまだダメなの。あ違う違う違う、ワンちゃんゴー。あれなんで話しちゃうのかな。よし、あ音楽変わったからもう OK だよね。よし助けよう。苦手なんですよねこういうの。あー間違えた。いやもう超難しくなってる。あー間違えた、やばい。この人は死なせるわけにはいかないよね。俺ヘビーレインとかねビヨンドでもそうでしたけど結構ね失敗しましたからね。いや早い早い、おじさんにはちょっとこれはきついよ。あ助かった、よかったよかった。飛行機で逃げた。あ息してるから大丈夫だよね。おっちゃんたちを探してきてって。あ来た。おお。やばい。ああ。なんだっけあの人。フレディか。あフレディいつの間にあそこ、あれあれ死んじゃったよ。なぜか向こうに。あちゃんと動いてるフレディも。どうやって行くのここ。向こうに行かせて。あ今度俺フレディを操作してますね。あ分かった、ちょっと待って。あれちょっと待って、ちょあーなるほどね、これで水。あれあ大丈夫か。あこのまま今度はフレディで操作ですか。ダイナマイトがある、あれが必要。エミールでしたっけ、エミールだけなんか先行っちゃいましたね。ワンちゃんに取りに行かせましょう。あ今度でエミールどこかから出てきましたけど、ワンちゃん。これ投げたらどうなるんだろう。ちょっと投げてみましょうか。あ爆発はしないのか。ちょもう一個取りに行かせましょう。で向こうにでこれをここに多分投げれば
ダメだ。火の中に投げるのか。ここに当てて下に火のあるところに落ちてくれるかな。あ、落ちた。オッケーオッケー。これ兵士にバレないの？いや、兵士にバレてない。ん、ちょっと待って、なんかあるよ。あ、なんか拾った、レバー。あ、なるほどね。ちょっと待って、これをどうやって渡すんだ。よし、で今度ワンちゃんに Get away。 おやべえ、危ない危ない。よし、でこれをいただいて、ここを動かせば今度はフレディの方の扉が開くのかな。 OK。 あと、ここフレディいないと。あメルシーモネミ、メルシー、ありがとうって言ってますね。え、何これ。これはどういう。とりあえずダイナマイト、これをもらって、これなんだろう。ちょっと動かしてみましょうか。あれ、なんか旗を燃やしてますけど、どういうことだろう。あ、とりあえずあれを壊さなきゃいけないから、待って、これあれ、これいつまで動いてる。よし、この火に触れればいいんだよね。あー、ダメだったよし、でも分かったよ、仕組みは。でもう一回拾って、ちょ、フレディとチェンジできないのかな。よし、いけ。うわ、全然ダメだ。ちょっと待って、難しいなこれ。これいけるでしょ。あ、いけた。2人同時にガッツポーズしましたね。お、向こうに車がありますね。あ、あの女の人がいたとこだ。あ、やばい、敵だ。あ、そっか、あの男の人ドイツ兵だから捕まっちゃうね。カール、seriously wounded, had been sent to a POW camp.Anna's father had disappeared with あららら、みんな捕まっちゃったのか。And Emil was court-martialed for desertion. Cited for his bravery in France. Emil was fortunately part of the front. ああ、よかったね、エミール。Free to go back to the front. あ、また戻っちゃうのか。February 21st, 1916. Winter had descended on the front.After joining back up with the army, Emil and Freddy were stationed near Verdun, suffering like many others from the harsh winter. That morning, the arrival of the mail raised spirits, but Marie's letter did not bring good news. In Saint-Mihiel, food was scarce, disease was rife, and the number of dead was growing. Out of this grim news, however,There was one ray of light. A photo of his grandson, Victor. Standing on both feet and learning to walk. Don't worry, friend. なんか
あれですよね、その家族のね、そういう、まあ、この人にとっては孫の成長が見れないっていうのは悲しいですよね。靴下が欲しい。どこかで靴下を拾ってくればいいんですか。ちょっと上がってみようか。ここあ、ある。すっごいなんかハエがこれこのまま渡して大丈夫なのかな。そんな汚い靴下嫌だよって。どうしたらいいの。なんかこの蓋光ってるけど、これじゃあでもこれ持ってるってことはこれをどうにかするってことですよね。洗うのかな。あ、ここで洗えるんじゃない。怒ってるよし、今んちだ。靴下があることに気づいてないしでも綺麗になりましたね。ちょっとねゲーム音を大きくしたんですけど、どうでしょうかね。あ、なんか光ってるよ。なんだろう今。濡れてるよって、うん、もうこいつわがままだな。ちょっとぐらい我慢してよ。この上に置くのかな。あ、ちょっとタイミング間違えると焦げちゃうかな。お、インク。あ、これで手紙を書くのか。あとペンとかも必要じゃないですか。いらないのかな。ペンは持ってるのか。あ、やっぱ必要みたいですね。お、すごい並んでる。お前はダメだって。ちゃんと並んどけって。お皿がある。これは拾えないのか。ハト。ワンちゃんがめっちゃ泣いてるけど。え？お皿は。あ、逃げちゃった。なんか投げるもんないのかな。あ、待って、ワンちゃん泣いてるよね。なんで泣いてるんだ。あれ？Thank you。 いいのかな目の前だったけど。え、これパンを投げるとか。パンを投げるわけじゃない。あ、来た。あれ、来ない。え、何、どうしたらいいのこれ。バタバタ飛んでるけど、こっち行けるのかな。行けないな。あ、来た。あ、そっか、離れなきゃいけなかったんだ。あ、落としてくれた。そういうことか。これは分かんないよね。でもこれで手紙が書けますね。 I heard from Carl. His condition is stable. He's still in the prisoner camp south of Reims. I hope to finally get permission to visit him. Thank you for the photo. It means so much. フレディ、今度はフレディ。わあ、やば、ちょっと待って、やばいやばい。なんでフレディ黒いの。あ、大丈夫だ。あ、なんかある。ヘルメット。危ないぜ。この先は行っちゃダメだ。こっちもダメだ。食らっちゃったよ。おお、あ、銃が、今銃落ちてたのに。この先はダメだ。で、こっちもダメなんだね。
ああ、どんどん、ああそういうことか、上が削られてたな。でくるくらったんだね。おっとやばいよ、おっとと、まあ何これ、大丈夫、やばい、うわー、みんな死んじゃった。あ、やばい間に合わなかったよ。あ、でもこっからか、これで下に行けるっていう。あ、やばいやばい、ちょっと隙があれですね、見える隙が少ないな。うわ、超いっぱいあるんだけど、ダイナマイト。あ、これを回すのか。うわうわうわ、これはこれはこれ急がなきゃだね。ちょ、ごめんなさいね、何度も。ああ、ちょっと待って、あのおじちゃんについてる、あの人の動きに合わせとけば問題ない。よし、おお、色がグレーなのは黒人さんっていうことですかね。顔つきがそうですもんね。これなんだろう、どうすんの。これ何の意味があるの。あ、なんか上にあるな。え、これどうすんの。上に乗って、あ、そういうこと。あれ、切れ、あ、切れた。で、この木を、あ、そういうことね。オッケーオッケー、イエーイ、行くぞい。あれ、みんな俺に合わせてくれてるの。動きやばい。じゃあこっちだ。なんか手紙を拾いました。なんだ？なんだこれ？よくわかんないけど、なんかメダルみたいな拾いました。違う、これか。そういえば南北戦争を描いた映画、なんだっけ？あれ？なんか今バグってたな、勝手に覚えてた。あ、そういうことか、車輪か、これで勢いをつけてぶつけるのかな。よし、行け、ドーン。グローリーっていうね映画があるんですけど、アメリカで初めて黒人さんだけの、舞台をね作ったお話なんですよね。それ実話なんですけど、それねすごくねいい映画で、これどうすればいい。あ、そういうこと。そうで、有名なね人がたくさん出てるんですよね。デンゼル・ワシントンとか、あとねモーガン・フリーマンとかね。あ、な、何回かやらなきゃいけないのかこれ。そう、最後にね、あのなんだっけな、題名、ある曲がかかるんですけど、なんだっけ、おー、女神様だっけな、あー、女神様がちょっと忘れましたけど、そういう曲があるんですけど、それがねすごいマッチしてるんですよね最後。まあ内容はね言っちゃうとネタバレになっちゃうんで言えないですけど、あ、これを投げる。
OK。 どうする？まだ よし。みんな来ないな。よし。